はい、ジャニーズ事務所がですね、今ニュース見たんですけれども、被害補償再発防止策を発表しました。被害者救済委員会設置補償窓口開設ね、これねちょっと記事長いんですけどちょっと読んでいきますよ。同社は今年、今月7日都内で、北川氏による性加害問題について、会見を開催。代表取締役の藤島ジュリー景子氏が北川氏の性加害を事実と正式に認め謝罪、自身は社長を退任し、新社長には所属、これはもう飛ばしたいな、被害救済について、弊社は再発防止特別チームからの提言に従い、被害者救済委員会を設置するとともに補償受付窓口を開設いたします。この被害者救済委員会の判断に従い、被害者に対する金銭補償を行います。はい、また弊社は被害者の方々と対話を進める所存ですとコメント。知見と経験を有する外部専門家からなる被害者救済委員会を設置し、被害者の皆様に公平かつ適切な金銭補償を実施するために被害者救済委員会に被害者の皆様からの申告内容を検討して補償金額を判断することを一任いたしますってことですね。もっと長いんですけど、はい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 。まあいいや、これは、まあ、外部に委託してですね、どのぐらい金額払うかっていうのが、まあ、明確になってないですけど、それは難しいですよね。結局さ、被害者ってさ、何百人とか言ってるけど、でも例の合宿所っていうところに出入りしてた子たちをもう歴代遡るとなんか2500とかっていう数字も見たことあるんですよ。ね、で、はい、なんならばここでやっぱり、まあ、虚偽の申告してくるような人だっているんですけどね、はい、まあ、それは、でもジャニーズサイドで、判断するんではなくて、外部の専門家チームがやってくれるっていうことなんでしょうね。あとはですね、なんかねこんなことも書いてます。皆様にご迷惑をおかけしている事柄につきまして、加害者である故ジャニー喜多川と弊社の体制に原因がございますとし、弊社は失った信頼を回復できるように全力を注ぐとともに、今後1年間広告出演並びに番組出演等でいただく出演料は全てタレント本人に支払い、芸能プロダクションとしては報酬をいただきませんとした。これは1年間は事務所は取り分取らないよってことなのか、まあそういうことですね。要は半額になるよってことなんですかね。それとも正規の金額で倍そのままタレントさんに渡す、タレントさんにギャラを渡す、まあどっちでもいいんですけど、それこそでも被害者の方に回した方がいいんじゃないのかっていう。でもまあ現在のタレントさんも被害者の可能性があるからってことですかね。まあでも残ってくれるならっていうことですよね。要は事務所に残ってくる、まあ、仕事があるのかってとこっすけどね。もう闇営業とかしてくんじゃしてくんしかなんじゃないのかって事務所としては報酬取らないからタレントに仕事やってくれっていう意味ですかね。まあとはいえなんか、まあ、7日からだからちょっと時間かかった気もするし早い気もするけれども、ジャニーズ事務所からもこういう再発防止対策と補償の話が出ましたね。はい、今後注目していきましょう。このニュースは多分もうさっき1時間ぐらい前に出たやつだから、はい、ネットでもたくさん見れると思います。皆さんはこの補償、はい、それから対策防止、策についてどう思いましたでしょうか。以上です。